せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。翔太です。少量です。はい。今日は、何をしたいかと申しますと、僕らの結婚式のことについてお話しできればと思います。よっ。イエーイ。というのも今年のプライドウィークが4月24日から5月5日までとなってます、で、毎年ですねこの期間になると僕らなりになんかそういう真面目な話をしてたりするんですけど、今年はそうね結婚式についてお話しできればなと思ってます、僕らはですね、2018年の秋に、実際結婚式をさせてもらったんですけども、でその時ってまだその例えばネットとかで検索してもその同性の結婚式っていうのを挙げてる方が少なかって、ほとんどない状態だったんですけど、そこからね、僕らがどうやった経緯で結婚式を挙げれたとか、今同性でも結婚式してる方たちが多くなってるので、その方たちに実際今後やるとするならばアドバイスとか、同性に限らず、ストレートの方々でも、男女での結婚式でも通用できるような、お話をできればなと思います。いろんなところで、この結婚式についてお話しさせてもらう機会が多かったりしたんですけども、もう聞いたよとか思うかもしれないけど、ごめん。スルーして。お願い。本当のお願い。それはちゃんともう一回聞いて。終了。というわけで、まず、結婚式を挙げた日時が、先ほども伝えた通り、2018年の11月4日。だよね。何だったっけ多分、でも3日か4日。そこら辺なんですけど、で、場所はですね、吉祥寺にあるカフェ&ウェディング22という場所をお借りして、していただいたんですけども、その当時はですね、その同性で結婚式あげるっていうのが、ネットでは見当たらなかったんですね。だから、僕らがまず最初、どういう風に見つけたかというと、もう普通に結婚式をあげる場所、ていうか、披露宴かな、披露宴をあげる場所を探していって、ネットとかで、こういうところがある。3つぐらいかな。絞ってね。そこで、一個一個行ってみようっていう形になって。そうだね。で、一つ目行った場所が、そこもすごくよくって。その時は、特にその、誰が結婚式あげるとは言ってないんですけど、4人ぐらいで行ったんかな。4人で行ったね。4人で行ったね。次見てみようって思って、次の会場に行ったの。で、そこが、さっき使わせていただいた場所になるんだけど、ひょうにょう。なんかね、そこは LGBT ウェディングしたことがなかったんだけど、実際行ってみて、誰が結婚式するんですかみたいな話になった時に、僕らがするんですって言った時に、すごく好意的に思ってもらってて、そういう風に協力しますよって言ってくれたので、そこがすごくよくって、もうこの方だったらもう信頼できるな、と話をして分かったので、そこにさせていただいたんですね。ね。速攻で決めたよね、もうそこに。じゃあもうここでやらせて。そうそうそう。いただきます、みたいなね。っていう形で、場所を決まりました。よくさ、結婚式って、大体ご祝儀が3万円。そうだね。っていうのは一般的じゃないですか。ご家族とかだともっと多くなる5万とか。そうだね。で、正直、高いじゃない。そうね。で、実際お金なかったりしたりさ、給料日前とかでさ、結婚式。ああ、きついなーとか。ちょっと、この人だったら行かなくてもいいかなみたいな。思わない。ちょっと自分の、その、なんか、そんなことある悪魔と天使がさ、ちょっと、あ、この人だったらワンチャン行かなくてもいいかなみたいなさ。ああ、そうなんだね。とか思っちゃうの。ひょうにょう。と、思われるのもちょっと寂しいなと思って、みんな、呼べる人は呼べたかったから、で、それで、会費という形にして、会費1万円で、式を行うことができました。そうね。なんか、やっぱり、お祝儀をいただいてきてもらうってなると、ちょっとハードルがちょっとだいぶ上がるなっていう感じがして、そうなの。僕たちの披露宴に来ていただいて、ちょっと楽しんでね、ちょっとパーティーなんだけど、披露宴パーティーなんだけど、ちょっと気軽なね、感じで来てもらいたかったから、会場のね、その方とも相談して、じゃあ会費制がいいんじゃないですかっていう話になって、で、会費
会費っていう感じで。で、まあ、食事と飲み物をついて、1人1万円で、そうだね。気軽に参加してくださいみたいな。だから、ドレスコードとかもね、普通、結婚式だったり、披露宴だったりとかすると、ちょっと、パーティードレス、そうだね。着たりとか、タキシードじゃないの、スーツ着たりとか、うん。ね、なんかそういうのが、まあ、一般的だと思うんだけど、僕たちの場合は、もう、招待する方々に、カジュアルな格好で、ぜひ来てくださいっていう感じでね。そうだね。うん。終了。まあそういうこともあって、だいたい50名ほど、そうだね、そう、来てもらってヤッピーって感じなんだけど、ヤッピーまあ呼べるだけ、呼びたい人だけ呼べたみたいな感じになって、僕たちが行った披露宴に関しては、親族とか呼んでないんだよね。そうだね。そう、友達とか職場の同僚とか、まあお世話になった方、でを呼んでやったんだけど、やっぱりね、ちょっと実家が遠いからね。そうだね。なかなか。そうなんだよね。来てもらうっていうのが大変だったから、まあ今回は、まあ友達だけで、やろうって感じでね。やったよね。そうだね。まあでもその次の日に、そう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 。新婚旅行みたいな形で、二人でね。二人で彼の実家に、地元にね。うん。で、それは、YouTube の一番最初の方。ああ、そうね。懐かしいね。懐かしいから、ちょっと言う、見ないでほしいんだけど。ちょっとまあ、そういうのもやったね。うん。確かに確かに。あとね、披露宴で思い出に残ってるのがね、オープニングムービーとかをね、自分たちで制作して。ひょにょ。そうなんです。それが僕にとって初めての動画編集。うんうん。そうだよね。それがなかったら動画編集してなかったと思うんだけど、ムービーを撮って、その延長で、なんか YouTube を作り始めた。うんうん。だから本当にそれがなかったら多分やってなかった。確かにね。なんかもう本当今思えば、すごい残念な映像。そうなの。クオリティの低いね。今だったらもっと上手くできる自信もあるんだけど。いやでもね、素人なりに、なんか、一生懸命撮って、その自分たちで編集してっていうのがね、すごいいい味は出てて。あ、ほんと？なんか実際、その、披露宴の時に、オープニングでその映像流れた時に、俺もすごい感極まってさ。はいはいはい。登場の段階からもう号泣してたもん。ああ、そうだったね。うんうんうん。なんかもう、よかったよ。うん。でも、その、会費1万円にできたのは、多分、がっちりした結婚式とかだったら、ちょっと、まあ、マイナスになる可能性はあるかなと思ってて、ちょっとカフェみたいな小さいところだからできたかなっていうのも、思ったりはするので、そこはまあ、自分の予算とかを。ね、そうだね。考えながら。終了。じゃあ、当時のじゃねえわ。当時。披露宴の時のね。披露宴の時の写真が向こうにあるんで、ちょっと、見てみようかな。そうだね。見に行こう。うん。というわけで。はい。ですね。どうしようかな。見せっか。じゃん。こちらは、ウェルカムボード。うん。これについてね。これは、僕の、高校の時の同級生のイラストレーター、の友達がいるんですけど、その友達に書いてもらったウェルカムボード。ね、翔ちゃんはね、これ好きなハロプロの。そうなの。そう、スマイレージ。スマイレージ。の衣装を着させてもらって、僕は。着てないけどね。あ、そう、じゃあ、絵の中で。絵の中で。そう、絵の中で。そうそうそう。僕は、ライオンキングが好きだから、ライオンキングのシンバにしてもらったの。そうだったね。そう。よくできてる顔が。めっちゃ似てるよね。似てる似てる。そうなのそうなの。そう。はい。と、あとこっちが、披露宴の時のね。写真ですよ。ほこりついてる。あ、でもね、全然映ってない。これ一番左上がね、これ、二人で。感動的なシーンですね。そうそう。翔太にね、プロポーズ、公開プロポーズをしてもらって、抱きついて、感動感動のシーンと。うん。あと、ここはなんか、準備してる時に、お互いの蝶ネクタイ直したりとか。よかった。なんか、そういう感じかな。あと、これ、乾杯の時かな。うん。いい思い出。ね。うん。パートナーシップ先生の。やつなんだけど。証明書。ちょっとあんまり、ここ、上の部分は見せれないんですけど、まあ、こういう形でね。飾ってはいるんですけど。ね。3人でディズニー行ったやつ。行ったね、懐かしいね。そう、2と、俺と。ね。と、U2 さんたちとコラボした時にね、撮った。いいの、U2 で。もう先輩だから。
先輩ずらしてんな。風の先輩みたいな。ちょっと。女子の先輩になって。いいの。公認先輩だからいいの。そうなの。みんな公認先輩だ。Okay. 多分みんな分かってくれる。うん。ごめん、ついでだから、ちょっと見て見て。キッチンのさ、ここ壁紙変えたの。上と下と。だいぶ、あれだよね。これだけでも変わるもんだなって思う。ね、雰囲気がだいぶ変わったよね。うん。すごいいい感じ。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 ひょにょ。というわけで、こんな感じなんですけども、はい、毎年恒例のレインボープライドなんですけども、まあ今年、去年に引き続き、やっぱそのコロナの影響で、リモート開催になってしまったんだけど、まあね、リモート開催っていうことで、まあ全国の方が、まあ、その YouTube なり Twitter を通して、通じて、一緒にね、参加できるっていうメリットはね、去年、今年と、まあね、あったと思うんだけど、やっぱりね、実際に、会いたいよね。まあね。あの、会場で。だから来年こそはね、なんかその、リモート開催ではなくて、実際に代々木公園だっけ、で、開催されて、そこでね、なんかみんなと交流できたりとか、ね、あの、ステージ。で、イベントあるの見たりとか、ね、いろんなブースあるからそれ見たりとかね、したいよね。まあ、来年こそは、ね、あの会場でお会いできることを楽しみにしております。こちらこそ。こちらこそ。ここの話。はい、というわけで今回はですね、あの僕たちの結婚式についてお話をしてきたんですけれども、まあ僕たちみたいにね、小さなレストランを借りて披露宴をするっていうパターンもあるし、フォトウェディングだけ撮る方もいるしね、なんかいろんな形があるから、今だとね、いろんなところがね、会場があの LGBT コンやってますよとかね、なんかそういうのも出してるところもちらほら出てきてると思うから、検索して参考にしてもらったらなって思います、はい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。